ちは、ちっちゃです。フェアリーテールやモンスターハンターの公式漫画で有名な真島ヒロ先生デザインのタッチ、こちらを作成していきたいと思います。マガジン星降る翼の野草曲では、クエストを見ていきましょう。メインターゲットは獰猛なホロロフォルム1頭の狩猟です。サブターゲットがホロロフォルムの翼と尻尾の破壊。少年マガジン編集部、その霊翼に濃くも深い星空をまとうという野鳥ホロロホルヌ、その獰猛な個体が夜の古代林に現れたのだ。美しく舞う星雲のごとき、この野鳥を見事狩猟した暁には編集部特注の装備が作れるアイテムを贈ろうということなんで、早速ね、暁を見に行きたいなと思います。このなんかちょっと中二病感がたまんないですね。行くぞ。マガジン星降る翼の野草曲。遠いな。イベントクエストはサブターゲットをクリアすることで、サブターゲット報酬としてそのイベントクエストで作成できる武器や防具などに必要なチケットがたくさん手に入ることが多いので、今回もサブターゲットをこなしていこうと思います。今回のサブターゲットは翼の破壊と尻尾の破壊。玉肉質は頭部が 55% と一番通りやすいんですが、まあ、翼と尻尾もそこまで硬くなくて、翼が30で尻尾が35。ただ翼の爪が硬くて20なんで、そこに当たらないように気をつけたいと思います。というかヘビーか不穏な空気ですね。ミラちゃんとゆっちゃんちゃんがヘビーなのが非常に不穏な感じがします。私はおとなしく麻痺でも入れようかな。よっ、やっぱりしゃがんでる。よっ、じゃあちょっとちゃんと破壊ができるように翼とか尻尾を狙っていきます。多分頭から尻尾にかけて通すと思うので、まあ翼さえ私が狙えば、あとはサブターゲットを達成できるんじゃないかなと思います。よっ、よし、麻痺いった。よっ、睡眠入れてもいいんですけどね。このまま強撃見で、よし、サブタゲ、よしよし。ではあとは頭と胴体を狙っていこうと思います。頭が55で胴体が40ですね。よっ、ホロロホルルは結構好きなモンスターです。ちょっと私の話で申し訳ないんですが、モンスターハンター三大好きモンスの一匹です。ジンオガ、ブラキディオス、ホロノホルノ。あ、嫁モンスって呼んでます。よっ、いや、ひるもな。それにしても蜂の巣だな。お疲れ様です。ヘビーが悪さしすぎている。これラウスの方戦いにくかったんじゃないかな。すいません。よっ、さあこれでチケットが何枚出るか。一応だいたいイベントクエストの必要チケットは武器の場合は3枚、防具の場合は5枚の場合が多いので、今回は多分3枚だと思うんですよね。なので全員が3枚出るまでちょっと回りたいなと思います。確定で1枚は出るんで、3周したら絶対に手に入るけど、でもイベクエのサブ報酬、結構な確率でチケットが入ってるんで、もう1回に行けんじゃないかなと
持ってます。クエストクリア。いや完全寝起きね。声がガラガラしてますね。さあいくつあるかな。これ違うか。魔法源解放鍵。少年マガジン編集部が特注した装備を作るための素材。新たなるヒメラリス力の扉を開く鍵。一つですね。いっぱいある。では早速作成したいと思います。パッチだな。これか、違うな。どれだ？どれだ？どれだ？これか？これだ。ウラノメトリア、爆破属性ですね。天を測り、天を開き、あまねくすべての星々、その輝きを持って我に姿を示せ。いいっすね。中二病いいっすね。めっちゃ好きなんやが。はい。キンレウス、素材が必要なので、来ました。見えずどこにしようかな。よいしょ。成功玉で落としてもいいけど、まだメンバーがな。落としちゃうか。お、あ、満身。はい。マンドラゴラしよう。お、よっと。へい。よっと。ギンレウスは、足が弱点です。玉属性の場合。なので足をサクサクと狙っていきたいと思います。イメージ硬いんですよね、頭とか。いやー、飛んでるなー、今日も。足が45で、その他がですね、背中が30。お腹が30が本当に20以下なので、背中とお腹ってなかなか狙いづらいじゃないですか。ガンナー結構厳しいんですよ。20以下じゃないの、30未満かな。あー、タイミング早かった。惜しい。うん。みっちゃんちゃん片手上手いからな。お、よいしょ。ちょっと麻痺のお手伝いをします。よっ、一人ヘビーボウガンがいるからね。はい、ヘビーボウガンじゃない、ライトボウガンか。何のライトだろう。あ、連射してますね、ライトボウガン。いて、ほい、ヒットポイントの多い敵は眠らせるに限る。ほい。あー、惜しい惜しい。惜しい。タイミング分かってるだろうけど、投げれなかったんだろうな、何かにぶつかって。罠でも貼っとくか。じゃあそろそろ強撃を。やめてるうちに終わりそうな気もしますけどね。ほい。早かった。昨日大雪虫のウルクススをしたんですよ。でウルクススがすごい方向のタイミングが早くて、それで今失敗しました。言い訳です、完全に言い訳です。本当に早いの、大雪のし。
こ。よしよしよし、ナイスです。お疲れ様です。しびれ罠なんてなかったんや。必要なのは降臨なんですが、さてさて、はげるでしょうか。また髪の話してる。涙、かっこいい。これ抜刀したらどうなるんだろう。さあ来ました、抜刀ミニの前にちょっと能力を確認します。290の爆破18の会心15、初白か。今キネプラなので紫ありますが、これはもう白で運用した方がいいかな。290の 15% だったら301ぐらいだから、爆破18、いやーうわホムラの方が、いやまあ、ただスロットがホムラより一つ多いから、お守り用によってはワンチャンかな？うん。まあ、キレプラを乗せなくてもいいし、お守りによってはワンチャン。いや、ちょっと難しいですけど、でもまあ見た目は、火に当たってキラキラ光るし、音もいいので、作ってみてもいいんじゃないかなと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録お済みの方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。バイバーイ。いや、見た目完璧なんやけどな。